上、菅谷駅は、茨城県中市菅谷にある、東日本旅客鉄道水軍線の駅である。中市の代表駅で、本線と日立大田支線が当駅で分岐する。駅舎側より、島式ホーム一面2線と、単式ホーム一面1線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。ホームと駅舎間は、中菅谷側にある、構内踏切で結ばれている。 校内には、側線が並ぶ。駅出入り口は東側一箇所のみで、市役所のある西側へは直接出入りできない。直営駅であり、管理駅として、本線の日立青柳駅日立高野瀬駅間の各駅及び、日立大田支線の各駅を管理している。緑の窓口と、簡易水下改札機が設置されている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は607人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。2010年1月に共用開始された茨城県道314号上、菅谷停車場線のロータリーに接しているが空き地が多い。2011年10月より、上、菅谷駅前の活性化のために2ヶ月に一度の歩行者天国イベントが開催されており、 その日だけは極端に利用客数が増えている。注釈出店、ありがとうございます。